映画見やがれバカ野郎この野郎、えー、ここではですね、映画ライターの日向かと、えー、なんか人間ウィゲ、映画ウィキペディアならぬ変なあだ名をつけられた成宮が、上映中の映画を紹介するコーナーです。えー、今回の映画は成宮さんなんだっけねはい、今日の映画は、神様め すごいね。そのホラー映画みたいなんじゃないんだけどね。まあいいや。えーね、<laughs> まず、まずね、あの、という映画化を紹介するために、公式サイトのストーリーのところを紹介します、はいえ。神様はブリュッセルのアパートに家族と一緒に住んでいて、パソコンでいたずらに世界を支配している。うん、神様がアパートに住んでるんですね。うん、である日、神様の娘、10歳のエアは、 人間に運命に縛られずに生きてほしいと思って、神様のパソコンから人々に余命あ、残りの命が何日かっていうのを知らせるメールを送る。だから、さあ大変。うん、エアが大パニックな世界を救う旅に出ると、彼女の小さくてヘンテコな奇跡は思いがけず人々のお悩みを解決していく。うん、例えば、会社員は鳥を追い、北極まで大冒険。 殺し屋は不死身の美女に巡り合い。うん、主婦はゴリラと恋に落ち。なんだって <laughs> わざとらしい名前や。みんなそれぞれの生きがいを見つけていく。しかし、エアが最後に出会ったウィーリーは死期が迫っていて。小さな奇跡が呼び起こす神様のパソコンからの人類への最高にハッピーなメールとは という内容でございます。うん、な,るなるほど、なるほど。なんかよくわかんないストーリーですね。<laughs> いやなんか、なんだろう、この映画はっていうのですよねいや。まあ、ちょっと僕からね、うん、あの、監督についてちょっと話させていただきますね。うん、えっと、はい、この監督は、あの、ジャコ・バン・ドルマルっていう、あの、方なんですけど、この人もね、うん、あの、佳作で、うん、今まで3作ぐらいしか、あの、長編映画を撮ってないんですね。なる,なるほど、なるほど。 で、それぞれのね、あの作品で結構一貫してるテーマがあって、それが運命だと思うんですよ。運命運命。あの、諸、うん、監督の作品のトトザヒーローっていうのは、おじいちゃんが、あの、隣の金持ちの息子と取り違えられちゃって、赤ちゃんの頃、うん、そっちだったらもっといい人生だったのにな、みたいなところから始まる映画。ミスターノーバディっていう映画は、 もしこっちの人生を選んだったらどうなんだろうどうなんだろうっていうのをいくつもあの分岐を描くっていう映画。うん、で、あの8日目っていう映画はこれはダウン症の青年を主人公とした映画なんだけど、まあこれもネタバレになるからうまくは言えないけど、運命的なものを描いてると、うん。なるほどなるほど。もう人間はやっぱり運命的なものにし 運命的というか神様に支配されてるっていう領域まで行っちゃってるんじゃないかなと。なんかあの、今までのテーマがちょっとさらに高次元な感じにいった感じはするなと。うん、いや、監督らしさ出てるなっていうのが、この映画見て僕は思った意見ですね。なるほど、なるほど。で、もうここからは、成宮さんがこれ、なんか大傑作だと、なんか大興奮気味なんで、あとはもう全部任せますので、よろしくお願いします。わかりました。 はい、じゃあ、あのー、今回「神様のメール」俺がメインで話していいってことなんで,でジャコバン・ドルマンの映画実を言うと、えー、見てはいるんだけどそこまで勉強していないので <laughs> あの彼の人生云々とかとか映画作家の云々とかちょっとわからないっていうか僕個人の,あの想像っていうかあの考え方 に従ってちょっと説明してくる感じになりますのでそこら辺だけはちょっとご了承した上でって感じでお願いします真面目やねえまあいいやどうぞ <laughs> えっとじゃあの前までヘイルシーザーを紹介した時結構もうなんかいろんなところをはしょりあの特解引っかいしながら詰め込みすぎちゃった感があったんで今回あのテーマを3つにまとめて分けて、えー、ちょっと説明した方がいいかなと思ったんでテーマを3つに絞りましたはい でじゃあそれごとにと説明しますね、一つ,、えー、つ目は聖書の話を家族の話にちょっと置き換えて描いていたのが、まあ、すごく斬新というか、面白かったっうです、ね、ほうそういえば、あのこの映画あの、映画の放題が神様メールなんですけど、うん、あの現代を調べてみると、うん新、新約聖書だったんですよ。 劇中かからら出てるからやっぱりそういうところも関係してるのかなってちょっと思ったんで、うん、どうぞ解説してくださいわかりました。うん、えっと、聖書の話を家族の話に置き換えたっていうところで、これ、要するにそのブリュッセル、ベルギーの首都のアパートに、一軒家に、あアパートに住んでた家族が、えーまあ、実は神様だったっていう設定になるんだけど、うん、この神様のに当たるその父親がすごく DV 男で、 なんか奥さんを結構罵倒したりとか子供に虐待を行ったりとかどん,どん,なんかろくでもない親父として描かれているっていうのが、まあ、序盤で描かれるんだけどでも神様っていうようなえこんな神様嫌だっていうようなすごい汚い感じの親父が神様なんですよね、うん、正直クソ親父でしたねドキュン野郎っていうか、はい、ドキュン親父だったんだけど、うんえー、でも旧約聖書を、あのー、調べていくとあのー その旧約聖書で描かれる神っていうのはあの、怒りの神とも言われているようなところがあって、まあ、人にちょっと災いをもたらしっていうようなこととか、まあ、最悪を起こしちゃうしまったり、あと、例えば人間たちがなんか人間界で悪さをしていたら、あの特定の人間以外は全員滅ぼしちゃってしまったりとか、これはノアの箱舟とかでも有名なんだけど、まあ、要するにその怒り、憎しみ、災いをもたらす ことに関して、神様は怒ってますっていうようなことが多いのが旧約聖書の神。で、その神様を元にしているのはこの父親っていうところですかね。あ,あなるほど、うん。で、例えばあの、ブラッド・ピットが去年あ、2年前に出てた戦争映画で、フィューリーっていう映画があるんだけど、これは第二次大戦を舞台にした映画なんだけど、ももともとは旧約聖書の,あの話をあのベースにした戦争映画でもあって、 バイブルっていうキャラクターがそのフィューリーって映画にも出てくるんだけど、結構聖書に関する言及が多かったりするっていうのもあるんだけど、やっぱりその旧約聖書におけるその人間たちの醜い争いとかそういったことに対して神様は怒ってるっていうのをまあ戦争を通して、あの、戦車の戦いとかを通して表現したのがフィューリーっていうところもあって、で、新約聖書の神っていうのは逆に旧約聖書の神とは逆で、 あのまあ、許しだったりとか慈悲だったりあとは誰かを愛するとかあの許しますっていう,あの,いうのが強いどちらかというと慈悲の,あの救済とかを目的としてるようなところがある神様で全く正反対なんですよねああなるほど、うんうん、でこの神様メールの,の DV 男の娘にあたるエアっていう女の子がまさにそのちょっと優しい感じの女の子でで 父親はパソコンとかをカチャカチャいじくって、その人間たちにあのこういういたずらをあの飛行機が墜落で仕掛けますよみたいな感じの、ね、いたずらを仕掛けたりとか、いろいろやっちゃうのがすごくなんかダメだよ、それっていうような感じに思ってきちゃって、そうをどうにかしたいと思って、その人間たちに余命を知らせるっていうような、ちょっと革命的な行動をしちゃったわけですねううん、うんで そうやって人間界に降りていった、まあ、エアが奇跡を起こしていくっていう展開なんだけど、これ例えばあの父親の息子がいて、これエアの兄貴にあったんだけど、エアの兄貴の名前がイエス・キリストって名前ん,です <laughs>、うん、そうだったね。はい、もう JS と書いてイエス・キリストっていうなんか字幕で出てました、はいあ。そうそうそう。で、これはあの何が言いたいかっていうと、この映画の設定ではあのイエスって 新約聖書のイエスって要するに神の,その生まれ変わりだったりとか、神の人間としての姿ともいろいろ言われてたりするんだけど、この映画の設定では DV 男、旧約聖書の神の,の息子として描かれているのがイエス・キリスト。で、エアっていうのはその娘として描かれているえ存在であるので、イエス・キリストはすでに無人間界で DV 男から逃れるために人間界に降りて、 で、人間たちに奇跡を起こして神としてあがまりましたっていう設定の神様メールなんだけど、A はその次の奇跡を起こすために、えー、人間たちに余命をメールで全員に送って人間界に行った。で、新神約聖書っていうのがオリジナルタイトルなんだけど、まさにそういうことをエアがやろうとしてますっていうことなんだよね。新しい新神約聖書、神との約束を果たすためのなんか、あのー、聖書作りに行きますっていう映画。うん。ということなんだよね。で、家庭に、 の聖書の話を家族の話に置き換えたのが面白かったといちところ、話にちょっと戻すんだけど、うん、あの要するにあの DV 男って家庭内では神様になれる、うんうん、で昔の家庭とか相談とか、今も、まあ、あるのかなとは思うんだけど、やっぱりその一つの家庭を築いちゃうと、家長が絶対っていうところがやっぱり多いですよね。 家の王さんね、大黒柱とそうあ,あ大黒柱じゃないか、亭主ね。うん、そう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 。で、そういった人がやっぱり神様っていうところは、やっぱりどこも、まあ、神様的なぐらい要するに偉いんだよっていうような人として扱われちゃうというところがあって、うん、で旧約聖書とかその聖書における神様っていうのは、やっぱりその宗教を崇める人からすると、やっぱ絶対的な存在なわけなんですよ。そういう人を家庭っていう、その一般的なところに置き換えて描くことで、 実は神様のやってることは結構なんか汚くて、なんかえげつないもんだよっていうのをちょっとブラックに描いてるところがまあすごく良かったっていうところと、それをじゃあ変えるためにどうしてればいいのかっていう、その娘、息子たちの葛藤っていうのが新約聖書での神の描かれ方ともちょっとなんか模倣してっていうか、そのパロッと描かれてるところがまた面白いっていうところが、その理由の一つ。なるほど、ちょっとまとめますね。 まず、あの、旧約聖書というものがあって、これはもう怒りをテーマとしたもの。だけで、新約聖書は、あの、救済とかを書いた、え、もの。で、この映画は、あの、でも、新、新約聖書だと。さらに、その、癒し、なんか、なんだろ、救済とかを先に超えて、この、10歳の女の子、エアちゃんが、なんか、新しいのを作っちゃうっていう映画なんですよね。そうでうん。 なるほどだからこの映画は要するにその家庭劇プラスその神の物語の先にあるものをまあ描いてるといった方がいいですかね、だからそれをちょっとネタバレだから、実際見てほしいなってとこでそうですね、う神様を家族の長、お父さんっていうのを置き換えて、うん、お父さんどうだ、偉いんだぞっていうのをなんか家族、その神様と同等に見てると、そういう映画ですもん、ね。 ですね、そ,そうですね。だから多分ね、その保守的な宗教を信じる人からすると、すごい、あの、ことをやってしまってるから、多分結構批判が来るだろうなってことそうだよね。<laughs> あの、神様こんなふうに書くんじゃねえって思う、あの、人もいると思いますよ。キリスト教圏の人とかもですね。<laughs> あ、実際、ね、あの、キリスト教圏の人が、あのね、めちゃくちゃブチギレるようなシーンありましたけど。はい、そう、ね、<laughs> そうだからちょっとそういう意味で衝撃的な映画でもあるのかなって感じで。ね、そうだね。 1>, うん、で1つ目は言いましたね、で2つ目なんだけど、2つ目は、出てくる登場人物のキャラクターが、まあ、みんな個性的で,で、かつそれぞれのキャラクターがなんか時代を象徴したあの人物設定が、まあ、あの設定されてすごくいい、あ人,物あ人物が時代それぞれでなんか特徴みたいなのがあるんですね。 うん、そう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 、それがちょっと感じる、特にね、一番著名に感じた人がいて、これがね、さっき言ったストーリーでゴリラと恋に落ちるシュフルにあたる人なんだけど、うん、この人を演じるのがあの、フランスの女優でカトリーヌ・ドヌーブっていうあの大女優なんですよね。うんうん、で、この女優がなんで象徴的なのかっていうと、この人、若い頃に出てた映画で、 あの戦場のピアニストを作ったポーランドの映画監督でロマン・ポランスキーって人がいるんだけど、その人の,あの作った映画で反発って映画に若い頃出てたんだけど、この反発って映画はあのーまあ、男嫌いのヒロインが主人公なんだけど、でも実はあの本当は男とそういう恋愛関係だったりとか性的関係を望んではいるんだけど、その望んでる自分に、あのー、が嫌いなヒロインっていうちょっと屈折した 役柄のその女の子を演じてたんですよね、うん、これどういうことかなっていうとあのー、まあ反発だとその事情はちょっと違うその事の原因はちょっと違うんだけどその当時のやっぱり時代ってやっぱ60年代とかなんですよでその頃やっぱりその女性はあのー、まあやっぱ保守的なそのやっぱ男性優位社会っていうところで女性がまだ社会進出っていうところけまだしているかしてないか結構微妙な時代 であったんでやっぱり女性は家庭にいて低縮で,でおしとやかで,で肌の露出もしないでっていうようなそういう昔ながらの考えとかがあってでそこから解放だんだんそのツイッキーとかがミニスカート入らせたりして女性の肌の露出が増えてきたりといった時代ともちょっとリンクしてるような感じがあって女性がどう変わっていくのかっていうようなところがちょっと密接に関わってるのが60年代なんだけどその中で あの反発という映画でカトリーヌ・ドルーブがやっていたのはあの自分の本来の自分を解放したいんだけどでもいろいろな厳しいしがらみとか掟があって抜け出せなくてそれを破っている自分を嫌悪しちゃうというような女性像を体現していたっていうか、ね、でその反発の前後して出ていた映画ですあのこれはシュあの「アンダルシアの犬」っていうあの結構シュールな映画ばっかり作っている人でルイス・ベニュエルさんが あの、監督した映画で、昼顔っていう映画にもドヌーヴァ出てるんだけど、このドヌーヴァでそこで描かれてる役柄は、あの、低粛な人妻なんだけど、うん。で、あの人妻は、あの、実は夜な夜な、あの、ちょっと気持ち悪いハゲのデブのおっさんに、あの、なんか SM バーみたいなとこに誘われて、なんか SM プレイをして楽しむっていうような、ちょっと変態一致な人妻を演じたりしてるんだけど、でも、そこで描かれてるのって怪しい映画っていうよりは、それが本来のその、 その性的に奔放な女性像というのがその私なんだよということをちょっと描いているような映画でもあってこれもやっぱりその,その昔のしがらみだったり掟だったりに縛られて自分を解放できない女性が解放した結果こうなりましたよっていうようなまあ一つの,あの見せ方として描いたっていう映画でもあるんだけどカトリーン・ドルムはこの2本の映画だけでも結構そういう時代の象徴的な 存在として描いてられたなっていうところで、じゃあ今回の神様メールって、じゃあどこが時代の象徴になってるかっていうと、これは極端な話、あの要するに不倫をして、それをなんかその納得しているっていうところが、あのまずすごく良かったっていうところ、要するに後悔なくゴリラと声に落ちちゃう、でしかも人間ですらないっていうところがまずすごいっていうか <laughs>、やりすぎじゃねえよっていうような <laughs> ところもあるんだけど、やっぱりその起きて、 いわゆる聖書だったりとか、昔からあったそういう習慣とかしがらみから本当に解放されて、自分らしく生きていきますっていうのを、今回は後悔とか、そういう嫌悪感もなく描いていたっていうのが、ある意味それは象徴的なんではないかなっていうのが、まず俺の考えとしてある。それが結果としてゴリラだったっていうところも、まあ、これはちょっと黒いユーモアになるのかなっていうところでは、あうこれは全然面白いじゃんっていうのが、まずありましたね。はい、<で>ちょっと待ってください。はい、あの、今、あの、 キャラクターの魅力の話で、あのカトリーブ・ドヌーブっていう人だけでこれだけ語ることがあるんですね、すごい、あの、あな,なんだろう、歴史をこの一人だけで感じる、うん、それすごいですね。いやいや,いやでもね、これねあの、結構有名な話だからね、ドヌーブ変態映画ばっか出てるっていうか、いや、知らない、知らない、知らない、<laughs> 知らないごめんなさい、僕、カトリーヌ・ドヌーブという女優さん知らなかったから、すごいあの面白かったです。 まあ詳しくは、あの、Wikipedia とかで調べてくれれば出てくるかなと思うんで。<laughs> あわかりました。えのど,どんどん、あの、キャラクターの魅力どうぞ。魅力で,です。で、あの、あとね、あの、時代を象徴している人っていうのは他にもいて、例えば、その、ストーリー紹介でした、その、ウィーリーには四季が迫ってるっていうところで、はいはい、このウィーリーって、あの、まあ、ホームページとか、あの、ホームページの公式サイトとかでも、 載ってんのかちょっとわかんないんだけど、あのパブレットに載ってたかなと思うんだけど、あのウィリーってあの女の子になりたい男の子として描かれてたんだけど、うん、描かれてたっていうか、そういう設定なんだけど、うん、あのこれはもう分かりやすい話あの、要するにゲイというか、あの最近よく出てくるのは、やっぱりその同性愛の映画って最近多いじゃないですか。うんうん やっぱりそれも象徴してて、あのー、例えばその、聖書における12人って全員男なんですよね。ああ、そうか、そうか、そうか、ん。で、今回、エアはさらに6人、人を増やすっていうことで、旅に出てるんですけど、その6人の中には、さっき言ったゴリラとしあの恋に落ちる人妻も含まれていれば、そのちょっとその芸的な、同性愛的な考え方も人も含まれているっていうのが、まずない発想なんですよ。 うん、かつての聖書には。うん、だから本当に新進役聖書っていうのはそういうのを受け入れる。で、聖書自体ね、どっちかというと男尊拒否なんですよ。ああ、そうなの。そういう傾向があって、これは映画評論家の町山智博さんも言ってるんだけど、まあ、例えば女性参政権とか女性参政運動とかアメリカで起こったときに真っ先に批判したのってアメリカのキリスト教の保守の人たちなんですよね。うんうん、うん。つまり、うん、あの女性は、 あの女性らしく生きるっていうのはそういうことじゃないっていうのを要するにキリスト教の保守の人は言ってるああなるほどだから典型的なその男ン,ン女子っていうのがやっぱり明確に出てしまっているって一つの現象でもあるんだけどはーあなるほどねあのそのなんだやその聖書っていうのは男ン,ン,ン,ン女子でしたその十人の師匠も男ばっかりでした、うん、でもこの映画はその女性も入れるし 女の子になりたい男の子も入れるし、さらにゴリラまで入れるっていう。だから、ある意味、究極の、なんだろう、バリアフリーというか、ジェンダーフリーみたいな。そう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 。だから、この映画で、本当に描きたいことって、そういうことなんです、うん、だと思うんですよね。うん、要するに、あの、本当の平等。うん。男も女も関係ねえっていうか。ああ。ああ、面白いですね。なるほど。 あとはその例えばそのセックス依存症の人だったりとかその死体愛好家みたいなちょっと変なその性格の人だとかもいろいろ出てくるんだけど、うん、あのそういう人たちもじゃあどういう風にそういう,うなあの過去を持ってそういう風になったのかとかそれがどういう,うにそに、うん、癒されて救われていくのかっていうのも結構丁寧にユニークに描かれていくからそういうのも見どころだし、うんうん、であとはそのエアに一緒に付き従うホームレスのおっちゃんが序盤に出てくるんだけどこのおっちゃんは。 あのー、その新進役聖書をあの人間界であの書く人っていう、初期的な存在として出てくるんだけど、こ、うん、のちゃん面白いのが、あのこの人、B 級映画が大好きなホームレスの人で、うんえー、好きな俳優が、B 級映画のスターでバジャンクロード・バンダムがいるんだけど、バンダムが好きだっていうのが、またねすごかったね。あの時あのの時 一部の観客から、はっはっはっ,っていう笑い声が漏れてきて、一部しか通じてない感がすげえ大好きでした。俺は笑いましたけど、そういうのがあって、でベルギーがね、これ、舞台の映画だから、バンプムってベルギー出身の俳優だから、あだからでしたのかみたいな。ね、だからでしょうね、うんそうそう。で、出てる映画、ダブルインパクト、見てないのかとかね、知らねえよな、その。そう、<laughs> 見てる人、ね、えでも面白いかったらいいよね。はいうん あとはなんかブルース・リーのものマね。あったあったあった。うん、なんだっけっあれ。うん、えよドラゴンだっけ。違うから。えっと、ドラゴンへの道。ドラゴンへの道だ。ごうんうあれとかもね、要するにそのやっぱり映画通でもちゃんとあの響くものを歌ってるところがこれは心にくい、ね。<laughs> 確かにね。うん、<laughs> よかったし。はい、で、あとね、この映画で一番これ好きだったのはね、あのケビンっていうメインでも、メインでも、のでもその 6人の使とでも神様でもない全くの脇役あ。あれあ,あの子でしょあの、なんか余命60年ぐらいあるから、まだ死なねえぜ。俺は今ここからあの、うん、落ちて死ぬぞ。生きてるみたいな人ですよね。そうそうそう。あの人がね、俺一番すごく感動的だったんで、これちょっと後で言うんだけど、まあ、言えたら言うから、あの,うん、あの、とりあえずケビンだけ忘れずにってことで <laughs> 後で言うの今言わないな。今言わない。後今言わない。 後でか分かった。ということで。で、これが、まあ、でこれが2つ目でしたね。キャラクターがすごい時代背景で沿っているという、そういうことですね、うんです。キャラクターが、はい、まあ、みんな個性的で,で、実はちょっとそれぞれその時代を象徴した何かをその人物設定として持っているっていうのがちょっと面白かった。なるほど、分かりました。で、最後3つ目なんだけど、これはちょっとケビンの話とも絡んでくるから、ちょっとじっくり。 あじっくりっていうかちょっと話していきたいんだけど、うん、あのこれは俺個人の考えで、そのジャコバン・ドルマの考えとはちょっと違うのかなっていうところで分けてもらった上で聞いてもらいたいんだけど、3、えー、つ目は、えー、神様の、えー、神様が本当は不幸なんじゃないかなっていうのを描いていたっていうのが個人的にはすごくあの感じられて、それが良かったっう。な、うん、うん、で,で俺そう言ったかっていうと、神様って本当は不幸なのか どうかっていうと、普通はそう思わないと思うんですよ。うんうん、そうなんよ。あのだって。何でもできちゃうっていうのが神様で。うんうん、なんか、その一番上に立ってる人っていうのだから。そんな不幸とか考えたことないですよ。思いますね、そうですね。うん。そうですね。あの、要するに、やっぱり全能の全知全能で、何でもできて、何でも作れて。何でも成し遂げられる。で、不死身。 うん、誰が不幸だと思うんだと思うんだけど、俺はね、不幸だと思えちゃったんですよね、この映画を見て。これはね、反対に言うと、人間が余命を宣告されたからっていうところもあって、それも関係してるのかなと思うんだけど、うんあのー、何が言いたいかっていうと、余命を宣告された人間って、神様メールで描かれた人たちって、やっぱ真剣にやっぱ人生を生きようとするんですよね、残りこの時間しかないんだとかいうことで。そうだったね うん、でやっぱりその映画には死っていうのは平等じゃないっていうところもなんかすごくシニカルっていうかでも黒,黒いユーモアで描いてるところもあって例えばメールで「あなたの寿命はこれこれ」っていう人が出た時に「あなたの寿命はあと2分です」とか「10秒です」とか一見ギャグかというようなメールがいたずらかって思うようなものが来てでもその次の振り向いた瞬間車にひかれて死んだとかなんか棚から押しぶされて死んだとか。 えなんでっていうような不条理っていうのも結構平等に描いていったんだよね。死は平等、あの人が死ぬじ、いつ死ぬかは平等ではないんだけど、絶対死ぬっていうのは平等に描いてるっていうところがまず描かれてたけど、うんうん、逆にそれを見せつけられたことで、あなんか見てる側とすれば、あ真剣に行けなきゃいけないんだなとか、思いたくなっちゃったっていうところがあって。うん、うん かからんからね通は、うんね普そう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 なんですよね。で、例えばねあの、アップルのスティーブ・ジョブズとかも、これ、名言で言ってたりするんだけど、なんか、毎日の死ぬ覚悟で、まあ、生きてるっていうか、うん、毎日を死んでもいいような気持ちで生きてるっていうような言葉を言ったことがあるんだけど、うん、やっぱそういう気持ちをこの映画はさせるっていう感じかな、いつ死んでもおかしくない、もしかし、うん 今日死ぬかもしれないだとしたら今日を真剣に生きる、うんうん、気がついたら明日になってるぐらいの気持ちで生きるっていうかそういう気持ちを起こさせる何かをこの映画は持ってるっていうか、うんうん、そういうのがあるやっぱそれは余命を宣告されたことでタイムリミットがもう明確に分かってるがゆえに人間にそういうことを起こさせる逆にそういうことがないとなんか人間ってなんかただ生きてるだけ何の目標も夢も持たず ただ,らだらと生きててしまっているでこれ、やっぱ現代を象徴していることにも思えてくるんですよね、なんでかっていうと、うん、現代ってやっぱりその経済が発展しちゃってるから、正直、例えばあのなかなか餓死をしようとしても死ねなくなってるし、病気をしようとしても死ねなくなってる、うん、やっぱ豊かになってるから、食料も豊富にある、薬もいろいろ揃ってしまっている、うんうん、そうやね、なんか飽和っていうかね、もう望むものが全部あるような。 そういうい世界になりりつつありますから、うん、だからなかなか死にづらくなってしまっているから生きることはできるんだけどでも生きてどうすんのっていうその先のことが今はなくなっているでそこで「新進薬聖書」ではその先のどう生きていた幸せなのかっていうのを追い求めているっていうところがその余命を宣告したことによってなんかその人間がそういう風になっていく様を描いて幸せになっていく様をあの変わっていく様を描いているっていうのが。 あのー、すごく良かったなっていうところ。やっぱそれも聖書とのつらなにっていうところともいろいろつながってて、そこも面白いよねっていう感じですかね。はい。なるほど。うん、で、えっ、ー、とね、話がね、あのー、まとめっていうところで、最後ちょっと,とさっきのケビンの話をね、聞い<あ> <laughs> <あ>てみて <laughs> <う>ここに来るね。オッケーオッケー。おめで先行っちゃって。はい、どうぞ。 でケビンがね、やっぱその、嫁命を知ったことによって、うん、あの、やる行動っていうのは結構切な的な行動なんですよね。さっき言った通り、その、高いところから飛び降りるって、要するに自殺願望がある人にしかやらないわけじゃないですか。最初、冗談半分になってて、はい、俺、60何年だか知らな,ない、イエーイって言って落ちたら、本当に生きてしまった、知らな,なかった。うん、でも、あのなん、またそれが例えば、繰り返し。 俺は60何年なんだイエーイって言って、さらに高いところが飛び降りてしまって、やっぱり死ななかった、生きてしまった。うんうん、でも、ケビンはね、そこでね、それを何回も描かれることで、俺が感じたのは、これ、俺個人の感想だからなんだけど、ケビンは、その、飛び降りることに自分の人生を見出したんじゃないかなっていうふうに感じてしまったんですよね。うんうん、で、ケビンがどうなったかについては、正直、ネタバレになっちゃうから、俺は言わない。 うん、けど俺の個人的な妄想として、ケビンが今後どうなってほしいかっていうか、いう観測として言いたいのは、俺は例えばな彼がどうなっていくかっていう、多分死の間際までずっと高いとろから飛び降り続ける人生をい生きていくんだろうなって気はすするんですよねあその死期、まあ、60年後ですけど、その寸前になっても飛び降りるんじゃねっていう。そうそうそう 飛び降りること自体が彼の人生イコール目的になってしまって、彼は飛び降りることにも快楽をもう感じてしまっているっていう気がするんですよ。で、結構ね、後半になっても結局、彼は飛び降り続けるんだけど、その頃になるとね、顔とかもボロボロなんですよね。うん、あの死にはしないんだけど、傷だらけにはなってるっていうか、なんかすごい、無駄に男の勲章背負っちゃったね、この人っていうぐらいの感じになっちゃって。 だから多分彼はその飛び降りること自体がもうすでに人生っなっている。で、そこが快楽になっている。それが俺の生きる目的だってなっている。となると彼は、これは俺の,あの予測でしかないんだけど、本当にもう妄想の世界なんだけど、彼はその寿命が間近になっても、 絶対飛び降りると思うんですよまた高いところから多分宇宙から飛び降りるんじゃないかとか個人的に思っちゃうんだよね。うん、うん。その時に彼は多分最後に「もう俺あと60何年だ」って最初に飛び降りたの60何年だったけどもう寿命これしかないよ俺ようやく死ねるぜって感じでなんか笑って飛び降りていっちゃうんじゃないかなっていうようなことがあって「うん、あなんかすげえこいつ生き,たか生きた意義を持って死んでいったんじゃねえの?」とか。 うん、生きた証を残したんじゃねえのとか、勝手な妄想がいっちゃうぐらい、うん、そのケビンっていうのはすっげえ関係ない脇役なんだけど、あのすごい感動しちゃったっていうか、勝手な想像の中だけでね、うん、なかりました。あともう一つ、それが、逆説的にその神様は不幸なのかっていうところだと、そのケビンの例とかもそうなんだけど、あのケビンはやっぱり死ぬほどが分かってるから、飛び降り続けてそこに快楽を見いだした。 うんうん、で他の人たちもやっぱり何かをしてかすことによってそこに快楽を見いだしていったんだよね。でいつか死ぬっていうのは分かっているからそれを極めようとしたい、うん、それを深めようとしたいっていう気持ちがすごく伝わってくる、うん、でも神はどうかっていうと神はいつまでも生きながらいるんですよ生き続ける。そうだね、で何でもできるから正直目的を持っても例えばパッと魔法みたいなものを使っちゃえばそれが叶っちゃうような感じだから正直生きた心地があんましてないのかなっていうか、うん、あっ やったことに対する達成感も得られていない、何でもかんでもすぐ手に入ってしまう、これはまさにそ,そうだね、うん、飽和した、何でもかんでも手に入る、アマゾンでポチッと物を頼めば届いてしまう社会と全く同じで、うん、その神の置かれている状況というのは、退屈した人生をいつの間にか生きさせられてしまっている現代人ですのを、比喩的に、あ暗喩的に描いているようにもさえ思えるわけ。なるほどね <で>もうたと例えるならもう、なんかゲームとかで、レベル99から始めるようなもんですよ。あ、そう,そう,そうと,んとんでもねえクソゲーみたいな感じになりますよね、それやったら。チート使うとクソゲーになるって、まさにそう,、うん、そ,うそんな感じですよね。うん、で、その神様っていうか、なんで不幸なのかっていうと、それ例えば、100年全量に生きるって目標を立てたら、100年はやれると思うんですよ。人間の寿命でそんぐらいじゃないですか。あ<ー>まあ、8週とも言うとも言うんだけど。まあまあまあね それがだったらやれるかもしれないんだけど、それが例えば5000年とか、もっと言えば1億年とかやってくださいって言った時にやり続けられるかって思うんですよね。うん。で、俺はね、途中で飽きてくるんじゃないかなって思うんですよ。まあね。うん。となると、いつかはなんかもういいこと飽きたから、たまには悪いことしたいよねって思いたくなるんじゃないかなとか、まあ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 。思っちゃうわけなんですよね。となると、うん 結局その神様がなんか災いをもたらして遊んで、上部屋部屋みたいな形で、なんか悪い、なんかすごいえげつない奴として描かれてる神っていうのも、ある意味あり得る存在なんじゃないかなっていうふうに思えてくる。うん、だって、いいこともできるけど、いいことしても楽しくないんだもん。だって、達成感ないし、それをやってどうなんのって言ってるの結局争い終わんねえじゃんみたいな。そうだなそうだね。やっぱそういうの神様っていうのは、しかもそれ神様自身が作っちゃってるんだよね。想像者、うん。 だからいいことしても悪いことしても結局なんかどうにでもなっちゃうでもどっちかに比率分けていかないと自分がどうにかなっちゃうみたいな、うんうん、でやることない人っていうのは本当にその気分だけは普通なんだけどやることないからその気分を抑,抑えようっていうか発散する場もない抑えようとすることもちょっとできない、うんうん、どうするかっていうと結局なんか悶々と過ごすだけって、うん もしくはなんかちょっと適当に楽しいことを探してネットサーフィンするだけみたいなまさにその神様メールで描かれている神様の存在と現代人のその鬱屈したものっていうのが重なって見えるああなるほどね、うん、この映画見てこの神様っていうかこの親父なんか人様に不幸なことばっかさせて、うん、クソ神様だなと思ったけど、うん、実はあの、うん ちょっと長く行きすぎちゃったからもう悪いことをしなきゃもうさせてくれよみたいな心境になってたかもしれないってそういう想像は働きますね言われてみるとうん、うん、なるほどなそうですねあの北村隆平がの初期に作ったアクション映画で「うん、バーサスっていう映画があるんだけどうん、うん、あれもやっぱりその善と悪のバランスっていうところのちょっとどんでん返しが描かれててあれにもちょっと近いのかなって感じやっぱりいいことばっかだけやってると飽きてくるから たまにはこっちもいいよねっていうかこういうふうになっちゃうよねみたいな <laughs>、うんうん、そういうのも、まあ、まあ描いてるんじゃないかなって気がするそうしないとやっぱり人間としておかしくなっちゃうでも神は神なんだけどねでもね、うん、人間って神を模した一番の存在が人間でもあるっていうのもある、うん、な,なるほどね、うん、そこがまあ神様は本当は不幸なんじゃないかなっていうのを俺が言いたいことなるほどねそれも面白い解釈ですねわ、うん、かりました うん、最後、どうぞ最後じゃあまとめってことで、うん、この映画、えー、映画を見終わって何が得られるかっていうと、あの人生の価値観が変わると、うん、映画の見方が変わるっていうのがある。<う>で、人生の価値観が変わるっていうのは、まさにその、やっぱりその,その後の聖書のその先の物語を、まあ、そのドル丸節というかその、こういう見方もあるんだよっていうふうな描き方をしてるので、 もしかしたらここに勇気づけられて、新しい人生生きられるかもという形で、うん、あの、元気が持っている人もいるんじゃないかなっていうところがある。うん、で、あと後半結構ね、その、まあ、あることがきっかけで結構ね、あの、デンジャラスゾーンというか、すごい、なんかはははん、よくわかんない感じになんか物語が進んでいっちゃうんだけど、その世界観も なんかだんだん馴染んで見ていくと、もしかしたらすごいダサ作って言われているあの三谷幸喜のギャラクシー街道とかも楽しめるんじゃないかななんて。いや、それはどうだろうね。<laughs> それはあるんじゃないかと個人的に思っちゃうんだろうみたいな。<laughs> <laughs> それはどうだろう、まあいいや。いやの世の中にだめな映画はたくさんあると思うんですよ。ただ、いらない映画はないんだと思う。 ね、いや、まあそれは、それはね、うんうん、分かりますよダ,ダメな映画が好きなやつだっているわけだんで、うん、俺も大好き、ダメだけど大好きな映画たくさんありますよ、うん、そういうのもあるからね。で、うん、最後、本当,本当の最後であの、俺がちょっとお勧すすめしたい、ベスト、神関係の。神 <laughs> <ぞ> <laughs> 関係の映画あげるのね、三つ。どうぞどうぞ。えー 実を言うと、あの神関係の映画はね、あのー、だけじゃなくて、これ実は小説もね、一緒に読んでくれるとも面白いから、短い小説なんで、<laughs> それもちょっとな2冊ばかりちょっと紹介したいんで、まず映画から。うんえー、一つは、ジム・キャリーが出てるあるコメディ映画で、ブルース・オールマイティという映画ああ、そうだね。あれも神様の映画、ね。これはね僕があのー あの自分のやってる映画イベントで、あのー、でも、ちょ、ちょっとだけ紹介した映画なんだけど、これはジム・キャリーが冴えない男で出てるんだけど、なんかその自分の人生に嫌気がさして、神様に文句を言ったら、神様が降りてきて、じゃあお前神やれって言われて、本当に神様になっちゃったっていう。そうだよね。<laughs> っていうコメディ映画で、これはその神様になったらこんなことになるんだよっていうのを、すごくギャグで面白く描いてるんで、まあ、おすすめ。なるほど。うん。で、もう一つ目は、あのー、 これも、これは僕が去年のベストワンに、2015年のベストワンにあった映画で、神々の黄昏っていうロシア映画ですね。ああ,の <laughs> あの、あれね。そうそうこれは、あのー、別の惑星に行った研究班が、なんかそこで、そこの原住民を観察していたら、神様として崇められてしまったっていう映画で、ただそこでは神様になったはいいんだけど、神様らしきことがなんか別にできないっていうようなね、その現実と宿泊するっていうような苦悩を描いた。 神様は辛いよっていうのが現代なんだけどこれも興味があったらつ、うんうん、見てほしいなっていうところで3本目はこれイングマール・ベルイマン監督の,あの名作として有名なスウェーデン映画「処女の泉」<laughs> 知らない全く知らない、はい、1960年の映画で淀川永原さんもご自身のベスト映画に挙げている 映画のの一本ででもあるこれはあの娘があのちょっと野党、山賊にあの襲われて殺されちゃったっていうのを復讐する父親の話で、はい、あれこれレベラントじゃんっていうような感じなんだけど、本当にそのレベラント作ったイニアリツーさんも影響を受けたまあ映画で、要するにこれは神っていうのはその許し。 だから、その山賊も最終的に許さないといけないっていうところなんだけど、うん、でも、矛盾してしまって、娘を殺してしまうから、憎いっていう気持ちが強いから、復讐に走ろうとしてしまう、はい、そのキリスト教に関するその矛盾、でもそれは旧約聖書における神の,その憎しみで、最終的に神なんて本当にいいのかっていうような、神の,あの存在をなんか疑問視するような、これ、神の沈黙三部作の一本とも言われているので。 うん、本当に神なんていいのかっていうのをちょっと考えさせられる映画なんで、うんえー、まあおすすめですね。で、はい、最後ちょっと小説、ごめん、これちょっと本当、神様りもっと楽しめるから<笑><笑><笑>、これ、星新一っていう日本の SF 小説の、あのー、応募書というかあの、いい人がいるんですけど、この人が書いた小説で、生活維持症という短編小説がはい、はい、えおすすめですね。これはあのー ま、あの詳しくは Wikipedia で見てもらいたいんだけど、これ、動画入っても神様メールの元ネタじゃないのっていうような。読んでたかもしれないですよね。僕も読んだことありますけど、似てると思いますよ。<え>うん、おすすめです。あともう一本はね、太宰治、人間資格書いた太宰治の短編小説で、駆け込み訴えっていう小説なんだけど、うん、これあの、キリストを裏切ったのがユダっていう人なんだけど、ジ二ニ徒の一人で。 でユダが本当はキリストに憎んでたっていうのを、ダザイはこれをヤンデレ的な感じで描いて、キリストを本当好きだったんだけど、愛してくれなかったからなんかちょっと許せなかったんですっていうような、ちょ,ちょっと芸的なね <laughs> あの、そういったニュアンスをあの、でちょっと描いてるので、これちょっと別の視点から見たキリスト像っていうかユダ像だなっていう感じであの、ちょっとこれは面白いんで、まあ、興味があったらあの、ちょっとすごい芸っぽい世界をうん あ、でもそうじゃないよっていう人もいたりするけど、うん、その場合はちょっと突っ込み入れてください。あの、僕はちょっとめちゃめちゃ読み違えてたかもしれないんで。いやいや、もう、もう、あなたには構いませんって。ちょっと、もうい、うん、今まで聞いてて、どうですかこの、このたくさんの知識の出しを。これが人間映画ウィキペディアです。わかりましたか、うん いやだって普通に大学行って勉強してる人は絶対わかると思う。そこまでいろいろ知らないから、い <laughs> らないから、もうさすがだと思います。うん、あ,あ,あ,あ、そうです。あとね、あのごめん。まだあるのこと最,最後、最後<あ>、最後の最後。あのいいよよ。あのこれ、俺の考えなんだけどあの、ドルマル監督の映画で、その、トトザヒーローっていう映画が、まあ、最初の作品なんですけど、うん、トトザヒーローとか8日目とかもそうなんだけど、あの映画ってダウン症の人が出てきてるじゃないですか。そうですよ。あの、うん これって、うんあの、要するにダウン症ってもともと遺伝子がちょっと、あのー、普通の人とはちょっと違って生まれちゃったからダウン症になっちゃったっていうところなんだけど、うん、それって結局、あのー、ドルマルさんとかそのダウン症じゃない人も言い換えればそれがなければあのそれがあった場合ダウン症として生まれちゃうでダウン症の人もそれがなければ普通の人間として生まれちゃう。うん <laughs> ということは、うん、ドルマルさんとか普通の人間も、よくよく考えたら、そのダウン症の人と同じじゃないかで、ダウン症の人も普通の人間と同じじゃないかっていうことをなんか言ってるような気がするっていうか、で聖書自体ももともとは、神の、あのー、最も似たような、うんあのー、存在として作られた存在であるのと、で神の息子じゃなくて、人間の最初の息子とやっぱりに同じ人間同士で、うんあのー 愛し合って生まれたのがその息子なんだから元をたどれば人間あの人間はみんな同じなんじゃないかっていうような、うん、ちょっとトッペル喧嘩的なものもあるしちょっと宗教的にいくと元をたどればみんな同じとも言える、うんうん、それがちょっと神様メールだとあの神様も人間も同じとも言える <laughs> まあ、ね、そこまで落とし込んでるからな神様がその辺の親父なんだからきっとね、うん、ああそうそう、ね、で 今感じるのっってやっぱそこだよねあの神様って人間っていつか神に近づけるっていうか本当に神になれるんじゃないかっていうところ、うん、でさっき死ねないのが不幸とは言ったんだけどだ確実にねあの死ねなくなってくる時代って来てるとは思うんですよ、うんうん、クローン技術とかその遺伝子の,あの話、うん、あの癌を治すとか、うんうん、そういうのも着実に進んできちゃってるで去年やった SF 映画でチャッピーっていう映画もあったけど うん、あれも、要するに自分の心っを、あの、それ言うたら、ちょっとネタバレになっちゃうから、そこはちょっと寝越して。知れ、うん、なく、知れ、うん、なくなる不幸かもしれないっていう理由で、チャッピー見てください。うん、OK、それチャピー。だ <laughs> うん。だから、それもあんのかな。ドルマラさんって、その運命っていうのももちろんそうなんだけど、もっと言えば、うん、あのー、元をたどればみんな同じっていうかね。うん。 うん、でいろんな選択肢を持って、その、人生を生きてきたんだけど、でも、元をたどれば、やっぱり俺たち同じだよねっていうことをなんか言いたいのかなって気がした。以上です。はい。なるほど。言い切りましたか、はい、じゃあ、はい、僕からは、ちょっと3つぐらい言わせて、はい、えっとね、この映画は、もう神様なんか、クソくらえだ、バカ野郎みたいな映画で、で、うん、なおかつ、もうね、運命は自分で切り開いていくんだ、みたいな。 まあそういう分かりやすいメッセージがもうあると思うんですよね。うん、やっぱこれはジャコバンドルマルっていう監督ならではだな,なと。うんうん、あとはまあこれから見る人にはエンドロールの最後までちゃんと見ようねっていうことだけ言いたいです。なるほどなほどえ見逃したら損するぞっていうことだけは言いたい。以上です。マありがとうございます。いいですかい。じゃあ最後締めてください。よし。神様メール、みんな、見てくれるよな まあ見るんじゃないかな。ここまで行ったら。<laughs> ここまで行ったら見ると思うよ。あなたの熱いパッションを受け取りましたから。ちなみにこの見てくれるようなフレーズはジャッキー・チェンです。以上です。うんうんね、最後。わ、ね、かんない人すいません。<laughs> 最後にこういう余計なことを言うのが人間ベーカーズ行ったです。<laughs> はい。ではありがとうございました。聞いてくださった皆さん。またやりますね。聞いてください。はい、どうもです。はい。